今日はファッションのビデオやっと作る、やっと作ります。よかったら最後まで見ていってください。まずこのドレス、これはザラのものになります。首がねすごい詰まってて、サイドにホワイトのラインが入ってるものになります。派手なんだけどすごいお上品に見えるような作りがされてると思うんだよね。この胸のところは開いてないんだけど、こっちがねすごいがっつり開いてるので、すごいバランスいいというか、そうバランスよくセクシーにも見えるし、でもお上品に見えるかなと思います。で今つけてるこのピアスもザラで買いました。で次に紹介するのがまたザラのものになります。このバギーまでいかない、太めのパンツ、折り返し太めのやつ、これと何回かもう動画できちゃってるんだけど、このねフォーエバーの、タイトなクロップトップス、これもザラのもの。これはすんごい薄っぺらいジャケットみたいな形をしたストライプの羽織、長袖なんだけど全然暑苦しくない。本当にもう薄っぺらい、もうシワシワしちゃっても シワシワしちゃうような、本当ワイシャツよりもっと柔らかい感じのもの。これを着てコーデを組んできます。トップス、デニムだけ履くとこんな感じ。これだけでもね全然可愛いし、まあ夏ザ夏って感じで、これにねフラットなサンダルとか履いても可愛いと思います。こんな感じ、これにバッグつけちゃって、もうサングラスとかつけて、これで完成でも全然いいんだけど、もうちょっとおしゃれにしたいなって思ったら、さっきのこれね、これを羽織るだけで一気にちょっと海外っぽくなるかな。さらに買いたてほやほやなんだけど、ここにね刺繍がされてるこういうハット、こういう大きいハット一個持っとくと、ここにね刺繍されてるの本当に可愛いの。これめっちゃお気に入りだから、これを使ったもう一パターンのコーデをしてきます。きました。でこんな感じで、ちょっとまくったりして、下はもう前にも紹介した下着みたいな感じ、これルームウェアみたいなの着てるんだけど、もうテーマは家速攻出たい時に羽織ってきちゃったみたいな。と髪の毛ももう適当にパーって結んでバッグだけつけちゃって、ちょっと変わったようなねサングラスをつけて、こういう感じも可愛いかなと思う。本当ちょっと暑苦しく見えるかもしれないけど、全然そんなことなくて、もう本当に薄い生地なので、ちょっとした夜出かける時とかすごい可愛いかなと思います。これにねさっきのあの帽子しちゃっても可愛いかもね。もう海、髪の毛結んじゃってるからちょっと変かもしれないけど今。そしたら次はまたさっきのデニムを履いて、ちょっと可愛めな感じのものを着てきます。さっきのこのパンツにこういうね真っ白いオフショルを合わせてあげると、一気に女の子らしく可愛らしくなるかなと思います。でこの辺デコルテが出てるから、もう大きいピアスをするとすごい可愛いと思う。後ろはこんな感じ。で次このコーデュロイ、ちょっとね素材は秋とかの方が、素材的にはいいんだけど、
これがクロエのパンツ。これはもうずっと前から持ってるものになります。ダラのマッキッキーのトップス、これ790円だよ。これを着てコーデを組んできます。次がこんな感じの大人な感じのコーディネートになります。着る場面によってはすごい可愛く着れるかなと思います。これね、クロエのパンツとかグッチのバッグとかフェンディのサングラスとかブランドをねたくさん身につけるのも好きなのね。もちろん安い服大好きなんだけど、大人な感じもしたい時はこういう感じにすることもあります。これをね、これはね、この紐をねお腹にとここにねこう2周させるとウエストバッグみたいな感じでも使えるのね。2周させるとこういう付け方をしても可愛いし、このトップス難しいな。このデニムはもう何回か紹介してるんだけど、またザラのものになります。これはずっとお気に入りでもう、何ヶ月か前から履いてるもの。ボディースーツ、ここね水着みたいになってて下パチンって止めれるタイプのボディースーツで、後ろががっつり開いてるもの。このがっつり開いてるようなものとかボディースーツは基本的にショーパンとかデニムと一緒に合わせると可愛いと思います。で、これはね外で着た動画があるのでそれを載せちゃうね。夏だからブーツ履いちゃいけないとかそんなルールないじゃない。だから暑いけどブーツとか合わせて履くのがすごい可愛い。あ、待って、外で履いてたのこっちの色じゃないかも。こっちだったかな。こっちの色合わせてるかもしれない。これ色違いで、でさっきのこのデニムもザラね。最後に一つ着てくる。で最後これはフォーエバーのものです。で外で着た動画があるのでこれもまた動画を。下に水着を着るのが一番いいけど、普通の普段着に着る場合はもうソングとか履けば大丈夫だと思います。今回のビデオはこれぐらいで、もうすでにすごい長くなっちゃってるので終わりにしたいと思います。少しでも参考になったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。インスタグラム、そう全然更新してないんだけどストーリーをちょこちょこ上げてるので、よければフォローの方をよろしくお願いいたします。じゃあバイバーイ。やだ、めっちゃもしかして白飛びしてた？どうしよう、白飛びしてましたか？ん？